はい、ゆいです。今日はですね、これから静岡県の浜松市、に行きたいなと思います。ベルが読書に出てますので、そのお迎えに、行ってきたいなと思います。ちょっと一泊になるので、ルンルンがね、なかなかやっぱり一泊で行くっていうのが厳しいので、今日は両親とルンルン、アランは自宅に残って、私が一人で単独でお迎えに一泊で行っていきたいなというふうに思います。そんな道中をですね、Vlogにしたいなと思いますんで、もしよかったら最後まで見てください。アランくん、ベルちゃんとこ行ってくるから、ちょっと待ってな。明日ベル連れて帰ってくるからね。ね、お利口で待ってて。ルンルンもお父さんもお母さんもいるから大丈夫だよ。じゃあね、バイバイ。今日はいい天気ですね。浜松の方も天気はいいみたいなんですが、今こちらがですね、ちょうど1度ぐらい。で、浜松の方は10度ぐらいっていうことなので、ちょっとね、何を着ていくかっていうのを迷うとこですけれども、まあ車で行くんで少しいろいろ持って行きたいなと思います。中央段自動車道というですね、サービスエリアとかがあんまりない高速を通っていくので、高速に乗る前に山梨県の今長坂ですけど、ラーメンで腹ごしらえをしてから行きたいなと思います。ラーメン食べたので、これで今日の宿泊先まで一気に行きたいなと思います。まだ300キロぐらいあるんで、のんびり行きます。普段だと正面に富士山が見える場所なんですけれども、ちょっと今日は雲が多くて富士山が見えない感じで残念ですね。長野県からだと浜松に行くのに、山梨周りで行くルートと、あとは愛知県の方から行くルートが2ルートあるんですけれども、今はとりあえず山梨から回ってくルートを通ってるんですが、まあ、その大きな理由としては富士山が見えるっていうのがあったんですけれども、ちょっと富士山が見えないそうなので残念です。この正面がですね、富士山なんですけど、ちょうど雲がかかっちゃってて見えないですね。せっかく富士山ルートで来たのに、ちょっとかなり残念ですけど、まあこういうこともありますわなというところで、ぼちぼち安全運転で行きたいなと思います。静岡県がですね、思ったより寒くてびっくりですね。ダウンを着てきて暑いかなと思ったんですけど、まあ読書だから外にいる時間も長いし、暑ければ脱げばいいかと思ってダウン着てきたんですけど、ダウンで全然正解でした。ダウン着てても寒いぐらい。いやー、寒いんですね結構ね。あと100キロぐらいなんで、まあのんびり、今日はホテルに行くだけなんで、のんびり行きたいなと思います。今日の宿はビジネスホテル、ホテルルートインです。せっかく静岡まで来たんでホテル取ろうと思ったんですけど、ギリギリまで泊まりで来るかどうか迷ってたので、ギリギリになったらビジネスホテルしか取れませんでした。まあでも夜寝るだけなんで、今日はここで一泊して、明日朝ベルを迎えに行きたいなと思います。せっかく浜松に来たので、うなぎでも食べられればと考えた時もありましたが、まあ一人なんでスキヤに行きたいと思います。ホテルのすぐ近くにスキヤがあったんで、車で改めて出かけるのもめんどくさいんで、ちょうどいい感じに歩いて行かれる距離なので、スキヤへ
行こうと思います。スキア大好きなんで近くにあって良かったです。しかしね、静岡県寒いですね。なんか体感的には風も冷たいし、長野県とあんまり変わらないぐらい寒いですね。今2度ですね。まあ長野県だとマイナス2度3度まで行くんで、5度ぐらいは暖かいとは思うんですけど、まあそれもやっぱ寒いっすね。ダウン着てきて正解でした。本当に良かった、薄着で来なくて。スキヤに来ました。31のカップアイス初めて見ました。でもロッキーロードがないので買わないでおこうと思います。いやー寒いっすね。静岡こんなに寒いと思わなかった。寒いです。こうやって離れたところに来るとやっぱり自宅のルンルンとかアランは大丈夫かなっていうふうに思いますね。ベルも今日は多分車中一泊だと思うので、ベルも寂しい思いしてなきゃいいなと思いますけど、まあ、ベルはね意外となんというかあっけらかんとしてるんで楽しんでるとは思いますけど、一人で出かけるとちょっと落ち着かない感じはしますね。おはようございます。天気は良さそうですね。綺麗に晴れてます。今日の会場はですね、浜名湖のほとりにある近くにある会場です。天気が良くてものすごい綺麗ですね。ちょっと風が強いのでかなり寒いです。長野県にいるとこういう大きな海とか湖っていうのはなかなか見る機会がないので、たまにこういうところに来るとやっぱりちょっと違ったいい感じがしますね。会場に着きました。天気が良くて本当に良かったなと思います。まだちょっとベルの出番まで時間があるので会場内フラフラしたいなと思います。今日の会場は隠れる場所がないのでちょっとどこから見ようかなっていうのが悩みどころですね。なるべく見つからないように撮らないといけないので、ちょっと作戦会議をしなければならなそうです。今日はですね、この我が投資術という本を持ってきたので、これを読んで時間を潰したいなと思います。個人資産800億円をね達成したというですね、ちょっと私はあまりよく知らないんですけれども、投資家の世界ではかなり有名な方で、ついにこの方が本を出したっていうような本らしいです。800億円の個人資産を目指してですね、ちょっと勉強したいなと思います。で、この本がですね、実は横書きなんですよね。たまにこういう本あるんですけど、個人的にはやっぱ縦書きの方が読みやすいので、ちょっと全部読めるかどうかわかんないんですけど、飽きっぽいんで、まあ読んで、私もですねこの800億円の大富豪になりたいなと思いますんで勉強したいなと思います。いやー本当に今日はいい天気ですね。会場を出ると400円の駐車料金が
払い直しになるみたいなので、会場内にあるキッチンカーで食事をしたいなと思います。今日午前中で終わりかなと思ってたんで、お昼とか準備してこなかったんですよね。ベルのポテンシャルをちょっと舐めてました。ドッグショーの隣の会場でなんかやってるっぽいですね。あのペットグッズの販売のなんかマルシェというか、なんて言うんですかだっけ、こういうの展示会というかバザーか、バザーみたいなのやってるみたいですね。ちょっと何か買うものがあるか見ていきたいなと思います。ペットグッズの何かイベントをやってるみたいですね。いろんなグッズが売ってますけど、超大型犬用となるとやっぱりなかなか売っていないという感じですね。やっぱりなんかイベントをやってるっぽいですね。出かけるっていうのかな、ペット系のイベントが隣の会場でやってました。フードコートめちゃくちゃ並んでるんですけど、まあ車で移動するよりはマシかなというところで、ちょっと並んで何か食べたいなと思います。ベルの出番まであと2時間ぐらいあるので、ぼちぼち時間を潰します。30分ほど並んでやっとピザを入手しました。米粉のピザみたいですね。これでお昼にします。今日のお昼です。米粉のマルゲリータです。やっとベルの出番が来たので、グループ審査見ていきたいなと思います。180番グレートピレニーズメス、エントリーナンバー182番。ベルの出番が終わったので、ベルを迎えに行きたいと思います。結構いいまずまずの結果で良かったなと思います。読書の様子はですね、今日のルンルンの方にアップしますので、そちらで見ていただければと思います。今ですね、左前にですね、富士山が綺麗に見えてます。昨日の行きの道中では見られなかったので、今日見れて良かったですね。おう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 、遊んでるね、遊んでるね。おお。帰ってきました。長野県は雪が降ってますね。静岡も寒いと思いましたけど、やっぱり寒さの桁が違いますね。ものすごく寒いです。ベルも戻ってきて、アランも嬉しそうです。ルン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 、ただいま。ただいまルンルン、ベルちゃん頑張ってきたよ。ただいま、ブルちゃん頑張ってきたよ。ルンルも頑張ったね。頑張ってたね、ルンルもね。